エロンガータリクガメは、ウコウカメ目クリクガメかインドリクガメ属に分類されるカメ。インドリクガメ属の模式種。インド北東部、カンボジア、タイ、中華人民共和国、ネパール、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス最大高長36センチメートル。廃坑はやや扁平で、上から見ると細長い。種小名イロンゲータは、細長い背に由来し、 AMEE ロンゲーティッドと同義。細長い長方形や楕円形の交換板がある。背後の色彩は、肺褐色、単光色、高褐色、褐色などと変異が大きく、黒や暗褐色の反転や反紋が入る個体もいる。左右の肩甲板の継ぎ目の長さは左右の胸甲板の継ぎ目の長さに対し0.59から1.0と短いか同じ。 廃校と復興の継ぎ目や、復興の色彩は、黄色や高褐色で、左右対称に暗色斑が入る個体が多い。頭部はやや大型。上顎は、針状に糸があり、先端が三差に分かれる。額を覆う鱗は一枚だが、不完全だが二から三枚に分かれる個体もいる。頭部の色彩は、紅白色や黄色、薄黄緑色。獅子青の色彩は、暗黄色や褐色。 卵は、長径3.7から5.8センチメートル、短径2.4から4センチメートルの大円形。孵化直後の幼体は、高長3.1から4.9センチメートル。インド陸亀属内では、トラバンコア陸亀に近縁で、単径頭群を形成すると推定されている。サバナ気候や熱帯モンスーン気候の丘陵や、低山地にある、やや乾燥した。 落葉紅葉樹林に生息するが、竹林、草原などにも生息する。雨季は活発に活動するが、寒季は白明白母性傾向が強くなる。日の当たらない臨床に生息するためか、強い光を嫌う傾向があり、あまり日光浴を行わない。高温時には唾液で体を濡らし、気化熱により体温を下げる。植生は、 植物食傾向の強い雑食で、果実、花、茎、根、葉、タケノコ、キノコ、陸生の巻貝、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は乱生。主に寒気から雨季に差し掛かる時期にオスは鳴き声を上げながらメスに近づき、頸部を上下に振る。その後メスに体当たりしたり噛みつきを繰り返し、メスが動きを止めると交尾する。雨季に一度に一から七個。 最大9個の卵を年に1から2回産む。年に2回産む場合は、間隔が6から8週間以上空く。卵は28摂氏31.5度の環境下で96から165日で孵化した例がある。生息地では、食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。主に、マレーシア産の野生個体が流通するが、生息数の減少に伴い流通量は減少している。飼育か繁殖例もあり、飼育か繁殖個体が流通することもある。野生個体が多いため体内に寄生虫を持つ可能性が高いため、輸入直後の個体はやや高温と適切な湿度を維持した環境で飼育し、 苦中を行うことが勧められる。極度の乾燥に弱く乾燥させると、床材やシェルターに潜り不活発になるため、全身が疲れる。水容器や湿った床材を敷いた、シェルターなどを設置する。極度の高湿度でも雑菌が繁殖し、体調を崩しやすくなるため注意が必要。餌として葉野菜、果実、キノコなどを与える。ありがとうございます。